ででん。みんご。左右差あれば。バターを適当に、そしたらチーズを乗せる。そう、朝から脂質パンの始まりだ。このオーブントースターのいいところを紹介しよう。食パンは4枚同時に焼けるようにして、ここにお水を入れるんだ。シルバニアファミリー用かなって思われるほどのコップでね、水を軽く入れたならば、スチームノーマルコンベコンベスチームでやると外はカリ、中はふわ。ノーマルでやると表面に焼きが出る。お菓子は余熱なしでお菓子もいけるし、サクッと一品料理も簡単に作れる。だから簡単だ。今までさ、朝から包丁握るなんてしんどんと思ってたんですけど、この家に来て目覚まし時計いらずで起きてるんですよ。部屋がパーン明るくなるから時間に余裕があるというか。おたまぎヨーグルト食べんの？おいしそう。私のお気に入り、高タンパク質低質ギリシャヨーグルトと。ででん。わー、おいしそう。ダイエットヘアメイク完了。オールバックにしちゃって、これマルーの購入したトップスに、ビマークの昨年買った薄いチェックのパンツ履いてます。タオル持つでしょ。アルコール除菌水と、今日のカメラたち。ねえ、あのレターパック出すのだけお願いね。レターパックを出す。うん、オッケー。今日の格好、花粉症がひどいから、もう帽子のためにもメガネをつけます。では行ってきます。大きさはでもこれがマックスくらいかも。イメージシワ感とか入ると割と硬くないので、これとかも入るんですけど、と会食とかもできるんですけど、この時やつとかもなんか粘ってたり、内容に取られた大きなスペースというか、なかなかって、なのでここはあのドアになってて、ちょっと外が見える感じ。仮にもう備え付けてあるゴールドの氷は取り外しが不可能なので、今回に関してはここに関してはゴールドで、サンバーだけをシルバーにしちゃうと。私はデザイン画が描けるわけではないので、イメージを事前に文章でデザイナーさんに共有、そしてデザイナーさんがそれをデザイン画として描き上げてくれます。そしてそれを私がチェックし修正し、パターンナーさんにその後依頼、トワールや実際の生地でサンプルチェックを行っていきます。今回はそのサンプルチェックの様子をご覧ください。2くらい、3出して後ろ1出す。いや、3、前3、レーヨン、レーヨン本だったかな。レーヨンっぽい。ピシッと入っちゃったやつだとちゃんと当てないと無理ですけど、簡単なシュッシュ、軽くついたシュッシュ程度でもいいかな。プレスで、あとスチームでは取れました。あ、そうですね、そうですね。これちょっと今日どう充実できるかなと思います。顔を出しているのとこでも、こういうことはできます。気持ち削りたいかな。どこ怖いけどね。簡単になればこれぐらいの雰囲気が合ってるのでいいのかな。あ、それは悪くないよ。悪くない。ここでいいんじゃないですか。うん、もうちょい白っぽいとか言っても大丈夫。あ、そう、うん、あ、違う。これも濃い、濃いものとして薄めの3段階取ってもらえる。あ、最初から了解です、うん、はい、動画に行くから一応やったら、はい、はい、午前中が終わりまして、今からランチです。短いですね。だいぶ、だいぶオフィスパンツ、これドストレートですもんね、今。そうです、若干フレアにした方が良さそうな気がします。そしたら3伸ばしてもらうのと、はい、あと若干ちょっと広い。はい、この辺ももうちょっとちょっとゆったりとしたいですね。若干上げちゃっていいかもしれない。で、ここなくてもいいかも、このライン。なんかつってますね。ちょっとこれは。
これ候補で挙げてたんですけど、次どうせセカンドなら650これで、はい、じゃあ650番これでセカンド、はい、はい、うん、形綺麗、落ちちゃってます。本当にもうちょっと、そっか、もうちょい上で止まってくびれればいいんですよね。好きそう、みんな好きそう。あ、だとしたら全然大丈夫、上の方がいいですね。お願いします。ベスト上げてもらって、なんかこの周りだけ、あ、わかります、はい、ベスト緩いか、うん、緩いですよね。上げちゃって、さっき3000円くらいだよ。そうですね。前開きありか、軽首のスッキリか。左右差あれば、これで可愛い気がする。うん、ああ、左右差。こっちが細い分、こっちは太くするとか、そんくらい差をつけたら可愛い。了解です。これってイージーケア商品？ノットイージー。イージーケアなわけじゃないと思います。でもノットシワですよね。はい、シワだから。大丈夫だよね。ありますね。トリ100は大丈夫。ポイントとしては腹付きのある体なので、はい、ボディラインが勝るようにシルエットを超スッキリさせるか、うん、ちょっと角を作ってあげる。はいはい。かわいい。多いよね、うん、あ、ちょっと締めたままこうやるのはきついかな。そうですね。袖にもついた。これマジおっとっぽい。ダックちゃん。マジマジおっと。このラインが今ストーンと落ちてるのを、緩やかなカーブからのストーン。なんて言えばいいんだろう。ブレストラインを振り直せるみたいな。はい。あ、そうです。この丸みを出して。わざとそうしてるよ。感を出して。あ、そうですそうです。ここはどうですか。はい。はい。ここはどうですか。まあ、これだったら22ぐらいでお願いします。もうかけ離れたもん、ね、色味をつやるとグレーめっちゃ浮く。水に染みてふわって広がったみたいな感じの、うん、これじゃない、こっちだよね。はい、あ、そうです、黒がこっちだよ。全然いい感じです。黒の濃度っていう、そんなに、そんな有名な、まあ、有名な長いというか、まあ、ロングセラー定番です。これは合いそう、まん丸に全体的に、ああ、本店丸に、ひょうたん切るみたいな、ひょうたん切るみたいな、なるほどね。普段インラインじゃないなら、やっぱりこうですよね。丸終了。もう7時半でございます。早いでございますね。お家に帰ってさっさと寝たいと思います。I'm home! おかえり。ただいま。お家に帰りました。今日の夕飯は何ですか？水炊きです。最高です。きょうちゃんが福岡出張の旅にお土産を買ってきてくれるのですが、水炊き、イエーイ。きょうちゃんありがとう。何もやんなくていい？Thank you. Thank you. テーブルの上かとして、はい、あんまやんなくていいって今言ったじゃん。わお、豆腐は忘れてた。いいじゃんいいじゃん、ありがとうございます。いただきます。先生、野菜食べてください。ちゃんとつくね食べたい。汁入れすぎじゃね。クリームですか。いただきます。いただきます。おーうわー、うん、